こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですねちょっと緊急速報です。緊急、超絶にヤバいニュースが入ってきました。ちょっとヤバいです、今回。そうなの、はい、このですね2020年、うん、世界を恐怖に陥れた、まあ、絶望に陥れた新型コロナウイルスと同じようにですね、うんうんうん、世界的な流行、つまりパンデミックを引き起こす可能性があるインフルエンザの新型が中国で発見されました。またしても中国。またしてもね、はい、うん。これ最悪の最悪のシナリオで言うとですね、コロナウイルスの次はこの新型インフルエンザが再び世界を恐怖と絶望に陥れるかもしれないということですね。またまた世界中で何百万人とかの感染者が出て何万何十人という死者が出るかもしれない、はい、またまた世界中でロックダウンが行われ、うん、今度こそ世界経済が崩壊してしまうかもしれない、うん、まあ、そんなことが起こるかもしれないということですね、うん、まあ、もちろん今言ったように最悪の最悪のシナリオって場合ですけども、まあ、そういう可能性が出てきたということです、うん、では早速ちょっと具体的に見ていきたいんですけども、はい、これイギリスのですね BBC ニュースによるとですね、今回の新型コロナウイルスのように、うん、パンデミックを引き起こす恐れのあるインフルエンザウイルスの新しい型が中国で科学者が発見したということです。これらはこの科学者らによるとですね、この新型のインフルエンザウイルスはつい最近見つかったと、うん、豚を宿主としていて、うん、人にも感染しますほうっていうのも明らかになってます。なるほど。さらに変異して人から人に簡単にうつるようになって、コロナのように世界的な大流行を招く恐れがあると科学者らは懸念していると。ほう、うん、今すぐ緊急対応が必要な問題ではないんですけども、うんうん、人に感染するための全ての特徴を備えていると。ほうほう、人に感染するための必要な条件を全部持っている。いや、もう感染するやん、この新型インフルエンザね。人に感染するためにあるみたいな感じ、まあ、そんな感じかもしれないね。基本的には豚に、ね、豚で発見されたので、うん、もう人に感染する全部の条件を満たしている、うん、だから注意深く監視する必要があるというふうに言っております。なるほど。しかももちろん新型なので、このウイルスに対して免疫を持つ人は地球上にはほぼ存在しないということです。なるほどなるほど。新型コロナウイルスも、コロナウイルスっていう自体はもう何千種類ってあるのであれですけど、今回は新型ですよね。 COVID-19 で問題になりましたけど、うん、今回の新型インフルエンザも新型なので抗体も出て誰もいないってことで、うん、またまたやばいってことですね。なるほどね。え、豚かかってたんですか？かかってたってことです。あ、な、何がかかんねん見つけたってどういうことかなと思って。あ、そう、その豚を、ね、調べたら新型のインフルエンザがあったってことですね。豚もインフルエンザになるんですよ。まあ、豚のインフルエンザもいっぱいありますからね、うん、それはなんか新型ってことです、うん、で今回発見した科学者たちによると、豚で見つかったこのウイルスを抑え、その養豚業者の方たちですねの状態を注意深く観察するような方策を素早く導入すべきだと、アメリカの雑誌であるプロシーディング・オブ・ザ・ナショナル・アカデミック・オブ・サイエンシスっていう雑誌でもう投稿してます、うんうん、だからもう学術的な論文としても出してることね、うんうん、このようにですね、まあ、世界今の今現時点で言うと世界中の専門家たちは新型コロナウイルスをなんとか感染を抑えようとね、もういろいろ対策を打ってるんですけども、他のこういうウイルスまた出てきたということですね。そうですね、まあ、常に新しいウイルスが出てきてるんですけども、やばそうなのがまた間髪をかず出てきたということです。多いない多いっすよね、最近多いですね。世界的に流行したインフルエンザっていう点で言うとですね、最後に世界中でこの一番最近で言うとですね2009年なんですね、うんうん、これメキシコで発生した豚インフルエンザが一応最近で言うと、うん、一番最近、ね、流行したインフルエンザになっています、うん、ただですね、これかなり これも発見された当時かなり心配されたんですけども、これはですね多くの高齢者の方がかつてよく似た豚インフルエンザの流行で既に何らかの免疫を持ってたんで、うん、大したことはなかったというふうに一応なっております、うんうん、だよく似たやつに大昔にかかってておじいちゃんおばあちゃんたちは抗体を持ってたと、だからあんまり広がらなかったというふうに一応言われています、うん、なるほど。
で当時のこのウイルスは AH1N1PDM09 っていうんですけども、これも現在ですねインフルエンザワクチンが開発されていて予防は行われているということで、うん、もうここで心配ないと、うん、ただ今回見つかったこの中国で見つかった新型のインフルエンザは2000その2009年の豚インフルエンザに似てるんですけども、いくつかの違いはあるということですね。さっき言ったように、まあ、人に感染しやすいとか、うん、違いはあるということです。で今のところ大きな脅威にはなってないんですけども、この新型をずっと研究してきたイギリスのノッティンガム大学のキン・チャウチャン教授って方は注意が必要だと警告しています。うーん、これ実もうすでに名前が付けられていてですね、 G4EAH1N1 っていうらしいんですけど、うん、まあ、研究の段階の名前ね。このウイルスはですね、人の気道の細胞内で成長し増殖していくと、気道ですね、うん、で実際もうすでにですね、中国の食肉処理場やその豚と関わる労働者の人から感染が始まった証拠は見つかってます。つまり人に移っているということですね。もう初期段、初期の初期ってことですけどね。まあ一応この新型のインフルエンザウイルスには一応現在のインフルエンザワクチンにはもちろん効果、直接的な効果はないけど、まあ改良していくことで何とか対応できるんじゃないかと一応言われています。ただまあもちろん新型なんでね、全然わからない、ね、そうですね。で先ほど出たキンチャウチャン教授によるとですね、うん、現在は当然ながらみんなコロナウイルスに気が取られていると、しかし危険性のある他の新型ウイルスへの注視は必要だというふうにお話しされております。この新型インフルエンザはすぐに対応しないといけないほどの課題ではないが、無視すべきではないというふうに一応警告されていますね。というわけで新しいやつがまた出てきたということです。もちろん今すぐ脅威とかではないんですけども、そうですね、とはいえ新型コロナウイルスも最初脅威じゃないとか言ってたからね。うまいね。いやっていうかもう COVID も第2波もう第1波お皿回らん状態で来てるのさ。第2波来てますからね。どないすんの、もしかしたらこの G4EAH1N1 がまた流行るかもしれない。流行るかもしれへんし、うん、もうね分かれへんやん、もうどっちか、もうどっちか分かんない。合体するんちゃいますもん。合体したらどうなんの。コロナとインフルまだ全然ちゃうから。合体したから同時にかかるとかありますね。ほんまや。これまた別の教授、イギリスのケンブリッジ大学の、獣医学者のジェームズ・ウッド教授って方は、まあ、今回の発見についてですね、人間が新たな病原体の発生リスクに常に直面しているということを思い出してくれたと。また野生動物、まあ、COVID の場合はこう一応コウモリってね、うん、めちゃくちゃ大きく言った WHO で、そんな感じの、そんな説ありましたね。そんな説ですけども、うん、一応公式な感じの説はね、うんうん、でも野生動物はるかに接触する回数、家畜の方が多いですよね。毎日そうですよね。だから家畜で流行るってことはすごくやばいってことですよね。そういう意味、うんうん、逆の意味で言ったらね、なので家畜動物がパンデミックを引き起こす重大なウイルスの発生源となる得ることも注意しなあかんというふうにこのケンブリッジ大学の教授が言っておられます。なるほど。というわけでまた新しいのが出て、まあもちろん全然これがどうなのか分かんないですけど、一応で発見されたということですね。そやね。そしてなぜかまた中国から、中国から、うん、不思議なことに。いやーもう、ね、まあもちろんね、中国は人口多いから、その分家畜の数も、まあいろいろね、家畜の数も当然多くなるのは当たり前ですし、うん、まあ、衛生管理もね言ったら徹底されてないという点でも、うん、出やすい、出やすいっちゃ出やすいしけどね。あともう一つ言えることはですね、日本もですね、中国の加工牛って加工肉ね安く仕入れているのでね、うん、大量に、うん、っていう危険性もあります、ね、え、肉食べても映るの。それはもう全然、それはもう分かんないとは思いますけど、まだ全然分かってない、うん、新型なんで。あ、ほんまや、今後ですよね。ほんまやな、うん、焼いて食べたら大丈夫やろ。もちろんそうですけどもね。いやー、うん、でも中国すごいな。もう今の中国がすごい、まだ僕のコーナーで言いますけど、うん、いろんなことが起きてるやん、うんうん、よくやってるよね、そういう意味では。ギリギリのラインでね、うん、うん、すごい、まあ、とりあえず新型がまだ発見されたということで、これはまあこれ今日だけで終わったらいいね、この報道が。あ、そうですよね、これシュルルと終わってたよね、うん、だから僕は実は1月の段階でもこの新型コロナウイルスの話これしようと思ったんですけど、うん、まあ、あんまり大したことないと思ってしなかったんですけど、うん、まあ、こんなことになった。一応今回もまだ全然発見段階だね、うん、騒ぐことじゃないし、こう下手に騒ぐのもあれですけど、一応お伝えしとこうかなと思ってお伝えさせていただきました。お伝えされてもどうしていいか分からへんけどな。ただまあまた中国ということで、また中国ということで、まあ、ここから僕独り言言いますけど、うん、これシナリオ通りやな、シナリオ通りずっとこの
僕が紙を言ってきた通りですね、うん、次のウイルスが本命ですか本命ですと、うん、まあでも舞台インフルじゃない今回見つかったのじゃないかもしれないもちろん面白い、うん、COVID-19 の、ね、初期の段階でもハンターウイルスっていうやばいウイルス見つかったっていう情報もアメリカですじゃああれは中国ですあれは中国のどこの上のちょっと上の方だったんですけれども、うんうん、それはまあ出てこなかったんですよね確か同時にまたアフリカでもその辺また新種で出てましたあマジでコロナの時またいろいろある常にあるんですよ、うんうん、新型っていうのはね、うんなのでどれがマッチョンパンデミック引き越すか分かんないし、まあ、今回はかなり早く発見されたんで封じ込めるかもしれないけども、うん、これまた中国が隠蔽したりしてね、ねなるかもしれないほんまや、うん、ありえるありえるというわけでちょっとまあ直しさんがおっしゃるようにどう注意すべきかということはまだ全然ないんですけど一応知っておいてくださいということまあね、はい、というお話でございました、うんはい、というわけで科学者の方々も言ってたようにですね今すぐどうこうということは全然ないんで、まあ、その辺は別にね変に心配する必要は全然ないんですけどもとはいえね、今回の新型コロナウイルス、COVID-19 の時も最初のようなこと言ってましたからね。言ってた。うん、ということで、注意が必要。言ってた。注意が必要ということでございます。はい、とにかくこの2020年、世界を恐怖に陥れた、絶望に陥れた新型コロナウイルスと同じように、世界的な流行、パンデミックを引き起こす可能性のあるインフルエンザの新型が中国で再び発見、また中国で発見されたということです。まあ、さっき言ったように最悪のシナリオで言うとコロナウイルスの次はこの新型インフルエンザが再び世界を恐怖と絶望に陥れるかもしれないということです、うん、まだまだね現時点では正確なことははっきりと分かっていませんので引き続きこのコーナーでも最新情報をお届けしていきたいと思っております、はいまあ、七星さんがおっしゃったようにもうこれで お届けする人もなければ一番いいんですけどねということでまた見ていきたいと思いますまたね、この新型インフルエンザ何か緊急ニュースとか出てくればですね、すぐに紙を旅行式メールマガでもお伝えしたいと思いますし、これがまた流行るっていう兆候がちょっとでも見えてきたらですね、日本株や FX などの大暴落につながっていくと思いますんで、うん、そのような時も緊急速報をすぐに出したいと思いますので、まだの方はぜひ紙を旅行式メールマガ登録しておいてください。お願いします。これからの病気のこととかもね、お伝えしていきますね、果敢にお伝えしていきますんで、はい、チャンネル登録もお願いします。お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひ、いいねもお願いします。あと動画概要欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので復習の意味を込めてぜひ一度見てみてくださいそれでは今回も見ていただきましてありがとうございましたこれの報道することになってまた神尾 TV の立場がどんどん YouTube がやばくなってくるんですねいやいやいやだってそれはさ Yahoo も報道してたから大丈夫よ今回いやこの別の Yahoo も報道してないから民放も報道してないからなんか大丈夫よっていっぱい報道してたら大丈夫いやこのウイルスなのいっぱい報道してうんそうやなあでもまあ、うん、なんかこっからやんこっからねこっからねその主要メディアと違うことを言い出すと僕ら戦うまあ一応言っとくと100年前にね世界中で何億人という方に影響したスペイン風邪はね、うん、インフル新型の当時でいうと新型のインフルエンザだったんでね、まあ、今回も新型のインフルエンザということでちょっと経過は必要そういうことですよねそうやねうんというわけでちょっと平和な話はなかなかできないんですけども、まあ、どうしても、まあ、当然お伝えしないといけないニュースということでお伝えさせていただきました、うん